コルビー・コビントンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州、クロービス出身。MMA マスターズ所属。元 UFC 世界ウェルター級暫定王者。UFC 世界ウェルター級ランキング1位。コルビー・コビントンとも表記される。サーストン高校時代からレスリングで、オレゴン州王者になるなど活躍し、アイオワセントラルコミュニティカレッジに進学。 当時のルームメイトは、後の UFC 世界ライトヘビー級、王者ジョン・ジョーンズだった。ジュニアカレッジで、んじゃか王者になるなど実績を積んだ後、アイオワ大学に編入したが、飲酒運転で、逮捕されるなど、私生活の問題があり、母親の助言もあって、地元のオレゴン州立大学に移った。オレゴン州立大学では、ナックリビジョン1のオールアメリカンに選出された。その後、 アメリカントップチームのオーナー、ダンランバートにレスリングコーチとして招聘されたことをきっかけに総合格闘技のトレーニングを始め、2012年にプロデビュー。2014年8月23日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、ビスピング VS レで、ワンアンインと対戦し、1R 終了間際に、パウンドでギブアップを奪い TKO 勝ち。 2015年12月12日、UFC194 で、ワーレー・アウベスと対戦し、タックルを仕掛けた際にキロチンチョークを極められ 1R1 本、負け、キャリア初黒星を喫した。2017年6月17日、UFC ファイトナイト、ホルム VS、カレアでウェルター級ランキング7位のキム・ドンヒョンと対戦し、3から0の判定勝ち。 2017年10月28日、UFC ファイトナイト、ブランソン VS、マチダでウェルター級ランキング3位のデミアン・マイアと対戦し、マイアの13度にわたるタックルをすべて防ぎ、スタンドで圧倒して3から0の判定勝ち。UFC 世界暫定王座獲得2018年6月9日、UFC225 の UFC 世界ウェルター級暫定王座決定戦で、 元 UFC 世界ライト級王者で、ウェルター級ランキング1位のハファイルドス・アンジョスと対戦。プレッシャーをかけ続け、ペースを崩すことなく、フルラウンドを戦い抜き3から0の 5R 判定勝ち、暫定王座獲得に成功した。暫定王座剥奪2018年9月8日、UFC228 の UFC 世界ウェルター級、王座統一戦で、 正規王者のタイロンウッドリーと対戦する予定だったが、コビントンは、鼻の手術を受けた影響で試合を行うことができず、暫定王座を剥奪された。2019年8月3日、約1年2ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC オン、ESPN、コビントン VS、ローラーで、元 UFC 世界ウェルター級王者で、ウェルター級ランキング11位のロビーローラーと対戦し、 ほぼ一方的にローラーを攻め続けて3から0の5、R 判定勝ち。試合後には、コメンテーターとして来場していた、UFC 世界ウェルター級王者カマルウスマンと、絶戦を繰り広げた。2019年12月14日、UFC245 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで互いに挑発行為を繰り返していた、王者カマルウスマンに挑戦。 序盤から激しい打撃戦を繰り広げるも、3R にウスマンのパンチで顎を骨折し、5R 終盤に右ストレートでダウンを奪われ、立ち上がったところに再び右ストレートでダウンを奪われて、追撃のパウンドで TK を負け、王座獲得に失敗したものの、ファイトオブザナイトを受賞した。2020年9月19日、UFC ファイトナイト、コビントン VS。 ウッドレーで、ウェルター級ランキング5位のタイロンウッドリーと対戦し、5R に、グラウンドで下になったウッドリーがあばら骨を負傷し、タップアウト勝ち。試合後には、ドナルド・トランプ大統領から電話で縮小を受けた。打撃単発の威力は高くないものの、無人像のスタミナと精神力の強さを生かして、手数を休めることなくプレッシャーをかけ続け、 フィジカルの強さを駆使したケージレスリングでのテイクダウン、またハイレベルなグラウンドパウンドの技術を持つ。特にスタミナ面のスペックの高さは UFC でもトップレベルであり、ロビーローラー戦では UFC 歴代2位となる541発の合計打撃数を記録し、重度のテイクダウンを奪った。ありがとうございます。